7着。直線で振りを受けたな。掲示板も確保できず。秋華賞は時計的に平凡だったからな。乗り方は別に問題ないけど馬の力が足りなかった。ランブリングアレイと赤い糸に挟まれたな。振りって言っても足があれば出てこれたし、7着なんだから単純に実力不足。パトロールビデオ見たけど、全然振りに見えなかった。どう見ても前走が明治。トライ氏が3着以内に来たら競馬記者辞めるまで言ってたからな。この馬は早い時計の勝負では勝てないよ。クロノですらぶっ飛んだレースだからな。挟まれてなければ掲示板はあったかも。どっちにしろ馬券内はなかった。アパパネのリベンジならず。ステラリアが2着なんだから、もう少しなんとかならんかったのかね。秋華賞とエリジョー連勝したのは、ファインモーション、ダイワスカーレット、名勝マンボだけ。